で、今日のキーワードです。今日のキーワードはですね、思考です。はい、つまり皆様が私の話を聞いて、なるほどと、そういうことかというような誘導をしたり洗脳をしたり、ね、そういうセミナーではありません。私の話をフィルターで通して皆様が自分と向き合ってみてください。私ってどうだろうという、そして自分に返していくという、そして日頃の日常の自分を作っていくというですね、そういうふうにですね、自分の思考をもう一度ちょっと一緒に見直していきましょうという、そういうキーワードです。で、実はですね、こういう話してますか。日食ってこれがありましたね。これ意味があるって知ってる人、日食には実は大きな意味がある。はい、実はですね、この日食というのは古い太陽が沈み新しい太陽が昇るという、実はですね、時代の変革の時に必ず起きる現象らしいです。はい、この日食の時というのは必ずそういったですね、その大きな改革が起きる時に必ずこの日食というのが起きているんだという。さらにですね、2012年地球が滅びるというですね、あのノストラダムスの再来みたいなことがありますけれども、これどうでしょう、皆さん、これ信じますか。地球が滅びると、実はですね、これ事実なんです。地球は滅びます。実はですね、もっと詳しく言うと、地球が滅びるのではなくて、今まで常識だったと思われてきた思想が崩壊するということです。つまり皆様の中で多少ですと、なんとなく変わってきたなと、なんとなく変化したなと、認めたくない、でも認めざるを得ない、でもどうしたらいいのっていう、そういうですね、ことを感じている方が多分いると思います。つまりこの思考がですね、崩壊するんですよと、もうそのチェンジする時期に差し掛かってるんですよと、あと準備期間が2年です。だから皆様今日ラッキーですよね。で、この2年という準備期間にいるわけですから、つまりですね、正しいと思ってた価値観であったり常識、これがきれいに変わっていきますよ、そんな時代です。これ変わっていきますよと、はい、つまりですね、こういうことですね。あなたたちの常識と世の中の常識って同じですかと、皆様が常識だと思っていることと世の中の常識って等しいでしょうか。これどうでしょう。自分が常識だと思って人にこうしなさい、ああしなさいって言っているようなことがあると思います。この常識と世の中の常識って等しいですか。ね、なんとなく違うんじゃないかなっていう気がするんじゃないかな。つまり皆様が思っている常識は皆様の認識です。そう思っているだけです。そうですね。はい。つまりこの認識は 何が示すか、実はですね、自分の物差しがこれを作っていると言ってます。自分の物差しがあなたの認識になって世の中に関わろうとしているんですよと。でもその世の中の常識と自分の常識が違うということもなんとなくご存知でしょうということです。で、実はですね、この物差しはどうやってできるのかっていう、例えば 50% 好きなことと 50% 嫌いなことがあったとしましょう。50% ずつ、これがですね、嫌いなことが 10% 増えてしまいました。さあ皆さんは世の中楽しくなりますか、苦しくなりますか、どっちでしょう。どっちですかね。苦しくなりますね。そうですね。じゃあ聞きます、誰が苦しくしてますか。自分ですよね。だって嫌いなことって自分が決めたんですから。でしょ。そうやって自分が苦しくしてるわけです。自分自身を。え、実はこの嫌いなことがどんどん物差しを短くしていると言われています。嫌いなことが増えれば増えるほど自分の物差しは小さくなるんですよと。そしてこんなことを言ってますね。自分の嫌いと思っている人からはチャンスはもらえないと言われています。そうでしょ。で、こいつはもういつもね、なんか毎つばのね、もうなんかこううさんくさい話ばっか持ってくると、こういうやつは大嫌いだと。でもそういう人もですね、うさんくさくてもいろんなところに首突っ込むわけですよ、こういう人って。で、たまにいい話持ってくるんですよ。そのセンサーをできるかできないかは自分の問題なんです。でもこの人を嫌いと思ったその瞬間から、この人からはチャンスはいただけませんよということ。全ての物事を、嫌いなことがあったり嫌いな人を作るということは、実は自分の物差しを短くしてるんですよと、ね、
その物差しでもって人を裁いてますよという、こういうことなんですね。で、弱肉強食というですね、でこういう言葉がありますね。弱肉強食というね、これどう思いますか。これ強い者は勝ち残るという正しいんですよね。これどう思います。強い者は勝ち残るという本当と思いますか。これ本当、強い者は勝ち残る。もしこれが本当だったら、皆さんのなおすぐそばにあるこの海の中にはサメしかいないはずです。そうでしょう、サメしかいないはずなんです。ところがサメ以外にいろんな魚がいっぱいいるわけですよ。どうしてでしょうね。実はですね、ありとあらゆる生物で実験をした人がいるらしいです。本当に勝ち残るのは何かと、ね、するとですね、本当に勝ち残るのは実は強者ではなくて協力した者が最終的には生き残るらしいです。ところがですね、私たちこの次世代の私たちに根強くですね、この強者が強いというのがこう埋め込んでいるのは、実はこういうことなんです。戦後60年は実は強者の時代だったんです。右肩上がりでどんどん吸収合併買収して大きくなるというですね、こういう時代だったんです。